さあ、本日は世の中の不満をぶちまけながら黒ひげ危機一発やりたいと思います。いや、世の中に不満たくさんあるでしょ、みんな。言わないだけで。ああ、まあまあまあ、分かってるけど言わないこととかもあるし、言った方がいいんだよ。ストレス発散した方がいいんだよ。うん、ってことで、はい、黒ひげ危機一発やりましょう。はい、やりましょう。一応負けた人ベロ引っこ抜くからね。罰重くないですか、そんな罰ゲーム。待って、あなた口臭ー。ごめん、口臭ー。ごめん、いや、とっても口臭ー。嘘でしょ、めちゃくちゃ臭ー。いや、鼻息止めないで。そんなに極力あっち向いてもらって。本当に臭い。ごめん、一応昨日からずっと臭い。今この匂いだけで黒ひげ飛びそうだよ。もうこいつがこの場にいたくないんだ。スパーン、くっさー。嘘。もうこの匂い画面越しの人に伝わらないのが悔しいぐらい臭いな。俺今下水道と喋ってるみたいだもん。そんなに、本当に。ちむさん、本当に？え、臭いわよ、本当に臭い。本当だ。何を食べて、どういう生き方してたから、こんな息が臭いの？わからんけど、昨日に関してはあなたと同じもの食べてるからね。いや、臭っ。喋るたんびに臭っ。そうでしょ。もう進まないじゃん。マスク持ってくる俺。いや、マスクでも足りないだろ。7枚ぐらい。そう、そんなに？本当にやばい。もうだってもう撮影始まってまだ多分 1,2 分ぐらいだと思うけど、うん、マジで歯磨きしてこいって感じ。一回動画止めるから。何それ。いや、これね、なんかこういう失礼なことを言ってしまったらダメじゃないみたいな、デリカシーないじゃないっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、彼に関しては言わないと治らないっていうか、言っても治ってないので。昨日も口臭いよって伝えてね、これまあ周りのためとか、お前が嫌な思いをしないためにも、うん、っていうことで言ってあげたんだけど、だからこれは本人のために言っておりますからね。接客業もやっておりますし、まあ人とねお話しすること多いですからね。そう、ごめん。ああ、じゃあ、しかも止まんかった今。あ、もう出れると思ったんだ。しかも今止まんかった。飛んだの？うん。ガチャって反応したけど。あ、そうなの。くそー。次俺の番すか？世の中、世の中とか別に何でもいいけど、不満とか言ったらいいんじゃない？ボケね、うん。歯磨きしても息が臭い。お前だ。どんなに歯磨いても臭いんだよな。自分で自覚あるんだ。ありますよ。息臭くて起きることもあるし。わ、それやば。臭っ。あ、そこ刺すとこじゃないです。ここ、ちょっと待って、ここ刺すところじゃないです。はい、次お前は。いやいや。お前の番。お前、俺の番？口臭の番。え、口臭の番って言わないで。あ、そっか、でも世の中がお前に下水道工事した可能性もあるしな。うん、違う、してないわけよ。そんな公共工事ないわけよ。不満か。30代やること多すぎる。そうでもないけど。そうでもないけど。多い。意外と。お前のキャッパーが狭いだけで。多い。例えば ?30 代って、やっぱ責任感とか、20代の頃に比べて大きくなるじゃないですか。まあいいんだけど、ボケてよ。だけど、やっぱり、なんていうんですかね。だらだら話しないでよ、本当に。ただでも一人口臭いんだから。じゃあごめん。今さ、今。ごめん。ごめんじゃないわけよ。それ不満じゃないわけよ。ムカつきだわけよ。じゃあ、俺がごめんだから。口くせえな。口くせえなって言うな、もう。我慢して、もう今だけ。宝くじ当たりますように。いや、それ不満か？願望でしょ。当たってほしいけど、確かに。口臭製造機早くしてよ。いや、口臭製造機じゃなきゃ。口臭が常に出てるわけじゃないわけよ。出してない時もあるから。今出してるけど。みんな、鼻良すぎ。お前、口臭すぎ。鼻の穴が臭いんじゃないの？逆に？うん。いや、俺今日たくさん眠ったけど、今眠いもん。いや、俺、そんな眠くなるガス出してないっすよ、俺。いやー、黒ひげ、難しいわ。
あいや、ジェンガじゃないんすよ。俺の負け。いや、俺の負け。これ、ジェンガじゃないんすよ。これ、飛び出させるやつなんすよ。ジェンガ、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 ジェンガに寄ったじゃん、今。ジェンガって言ったし。は？ジェンガって言ったし。はじゃない。ジェンガって言ったし。は、口臭、は。口臭、はじゃないよ。最近のマジ思ったこといいですか？気持ち悪い、何？気持ち悪いって言うなよ。な、太ったとか。前髪切ったとか。前髪とかじゃない。髪ないわけよ、今。前髪切った。あと、太ったは言おうとしたから、ごめん、はずいわ、今。太った。今のボケつまんな。いいラインじゃない？笑いやすい。いいラインじゃない？YouTube 見てる人舐めるなよ。民度の低さ舐めんなよ、YouTube の。そんな叩かれるの？他の動画見てこないよ、うん。バズってる動画、やばいコメントたくさんあるよ。アンチコメントみたいな。面白いのに。民度の低い。言わんくてもいいこと言ってるから。まあ一部の人がね、そういう人もいるかもしれんけど。じゃあ、そうっすね。ちょっとマジでじゃあ思ったこと。うん。いろいろ値上がりしすぎ。それはあるな。もう、これは本当に、マジで。洗剤が高くなったのが一番びっくりした。風俗も値上がりするなぁ。そうなの？そうなの？値上がりしてるんすか？はい。いやいや、聞いてるんすよ。あなたが言ったから。そうなのって。そんなことあるんだねって。いや、わからんけど、上がってるだろう。イメージね。うん。そんなに見えないもの見えてる。違う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 。あの。天体観測じゃない。いやいやいや。見えないものを見ようとはしてないんですよ、別に。え？見えないものを見ようとしてるのかなと。望遠鏡持ってないでしょ、俺。まあ、口臭いけども。関係ないわけよ、別に。口臭いのは。口臭いけども。いや。ゴール全部そこやし。やば。何年この世界で生きてきて。はい。やば。静寂を切り裂いてやし。今。ボーブチキンやし。切り裂いたはいじゃないんですよ、別に。一個一個長いんだよな。なんか出ないのよね。どんだけ世の中に不満ないの？なんかサイト開いた時になんか違うサイトに飛びがち。ああ、意味がわからないです、僕は。ちょっとあんまイメージできなかったですけど。なんか動画見るときにね、動画見るときに。調べ物したときに記事が出てきて、うん、広告が載ってるさ。広告をスライドしたときにその広告に飛ぶのはあれムカつく。あれムカつくね。いやいや、押してないじゃんってなる。なる。あなたキモい。いや、ちょっと待って、おいやめてよ。あなたキモい。本当のことかもわからんけど言わんでよ。お前昔より耳ちっちゃくなったよな。いや、顔大きくなってるわけよ。太って顔大きくなってるんですよ。ええー。ええー、じゃなくて。めずらー。いや、若者言葉風使うな。めずらーって。マジ、一気体重20キロ増えましたからね。身長、いくつ？身長176になりました。なんでもなりましたって。もうお前みたいなのは伸びないのよ。いや、伸びてたわけよ。いや、誤差だよ、誤差。そんなの。1日1日ちょっと変わるんだから。3ミリ伸びてたんだから。いや、誤差だろ。で、体重は？体重が今107キロ。身長が176で、体重が107キロ。めっちゃ痩せてるな。どこがよ？ちゃんと飯食ってるか。ソルジャかや。いや。あ、でも。あ、でも、畜生、やっぱ言えねえや。いや、ソルジャやし、やっぱり。ソルジャ出すな。あの、喋るために、っていうのやめてくれ。腹立つな、本当に。ソルジャか。ちっちゃい豚ちゃいましたよ、すみません。そうだよね。喉に子豚飼ってるもんね。飼ってない。鼻に飼ってるだったら。肩にも飼ってるもんな。肩に飼ってないよ、別に。悠々白書のトグロ兄みたいにな。乗ってるんだ、こっちに。その剣だけ黒いから、怖。怖。黒刀じゃん。黒刀ですよ。なんか、俺やってないのに、いろんなことで俺怒られがち。あ、まあ、怒られ癖があるということですね。本当に俺関係ないことで怒られますからね。例えば。なんか、俺出してないものを片付けてないものがあったんですよ。なんか、ホッチキスかな？うん。ちっちゃいもんですけど、これ出したの誰か、あなただろうって言われて、おうおうおう、めっちゃ怒られるみたいな。おう。だそうなの、それ理不尽だなっていう。今の話もう一回ちょっと聞かせて。え、面白くない話もう一回聞かさんといけんの？うんうん。伸びしろあるかなと思って。だから、その俺が出してないホッチキスを、おい、今欲しいじゃないよ。今カシャじゃないわけよ、今。意外と飛ばないものですね。そうですね。あと、何があるな ?123。いや、いやらしく言うな。いや、別に、いやらしくは言ってないよ。なん、穴じゃないよ。穴でしょ、これ。あともうちょっとで肛門のこと言うところだったからね。いや、じゃあ1だわけよ。あと何あな。それで1しか出てこないんだから。
じゃあ、ルーだろ。穴、ルーだろ。くそー、穴だけで集中しちゃった。面白いことが言えない。穴、ルー、大島。どうしたーい、俺の勝ち。最後、下ネタってあります？いや、下ネタ言ってないです。なんて言ったんですか？穴、ルー、大島。ほぼ下ネタでしょ、それ。ほぼでしょ、下ネタではない。いや、待って。いや、俺飛ばんわけ、別に。黒ひげじゃないから飛ばんわけよ。待って。いや、刺すな。カメラには映ってない可能性高いけど、ごめんね。いや、刺すな。ドキューンで飛ばんわけ、俺。とりあえず、まぁ、今回のこの動画でですね、はい、皆様に、新田くんの口臭が伝わればなと。なんで昨日からずっと臭いんだろうね。本当に。まあでも、動画を見てて、見てる方も臭いなと思ったら、まあ、高評価、コメント、シェアお願いします。いや、わからんよ。通知、マークのね、チェックもお願いいたします。通知来たら匂ってきそうで、そしたら。じゃあ、最後に、新田から一言。昨日、ニンニク入りのラーメンをこっそり食べました。ありがとうございました。あ、いや、それじゃ片付けられないぐらい口臭い。本当に。そんなに？さすがにニンニクの匂いだったらわかります。はず。ということで、また見てねー。北海道に雪が降る。